785年にパーダーボルンデビッドゥキンとの降伏を受け入れるカール大帝ビッドゥキンとはザクセン人の首領者ザクセン公ベストファーレン貴族のリーダーザクセン戦争においてカール大帝に降伏しローマ教皇レオ三世に服してキリスト教に改宗した人物として知られているザクセン人の独立と屈服 異教に対するキリスト教の勝利を象徴する一種の伝説的な人物である。772年、フランク王国のザクセンへの侵攻に橋を発し、ザクセン戦争が始まった。ザクセンは抵抗の末に占領された。ビドキントが記録の上に登場するのは、777年にデンマークへ赴き、王の下へ身を寄せて、フランクに対抗する会合を開いた。 というフランク側の記述である。778年、カール一世がスペインへの遠征に赴くと、ビッドキントはザクセンへ戻り、部族を率いて、フランクの領土に対して、略奪を働いた。しかし、カールが帰還すると状況は一変し、ビルキントの部族は攻撃され、多くのザクセン人が処刑された。とりわけ、ベーザー側のシリュアラー側の下半で捕虜4500人が、 殺されたことをカールの下で活躍した総アルキンが記している。ビドキンとは逃亡を繰り返さなければならなかった。カールはビドキンとに降伏してキリスト教に改宗するよう呼びかけた。785年、ビドキンとは彼の部族と共に降伏し洗礼を受けた。これ以降、ビドキンとはサクソン戦争に参加せず、修道院で隠遁生活を送ったとされる。 ビドキントの改修は、キリスト教の勝利を象徴するものとされ、教会の絵画や彫刻などに、彼の姿が盛んに描かれた。ビドキントは808年にヘルフォルト付近の縁側に埋葬されたとされている。しかし、縁側には旧世紀のものらしき墓標は発見されておらず、この地に埋葬されたという伝承は疑わしい。また、伝承によれば、ビドキントは、 宣令前,前には黒い馬に乗り、その後は白い馬に乗ったとされている。ヘルフォルト軍の紋章はビドキンとの黒い馬に由来し、ノルトベストファーレン州、ニーダーザクセン州の州章はビドキンとの白い馬に由来している。ビドキンとの公営とされるイメディング家のマティルでは、リュードルフィング家のザクセンハインリヒ一世と結婚した。リュードルフィング家はフランク王国内でも、 一定の力を持ち、ハインリヒ一世は後に王となりザクセン朝を開き、このオットーは962年に、初代の神聖ローマ帝国皇帝オットー一世となった。したがって、オットー一世以降のザクセン朝の神聖ローマ、皇帝はビドキントの子孫とされている。また、ザクセン人の自責を表したコルバイのビドキントもまた、ビドキントの公営である、可能性が指摘されている。 ありがとうございます。